キャンプ。姉妹キャンプ夜の部です。お酒をたくさん飲む前に水分補給していきます。2杯目です。ラジオ体操よく覚えてません。わけわからない動きが続きます。何これ、体もやわやわしてきたのでパトニングに移ります。結構良くなった。みかんの木も入ってるらしいよ。だからわかんなかった感じだけど、手を動かしてると熱くなってきたので扇風機を下から当てます。あ、欲しいやつ忘れてた。あー、無理だ。ある程度細かく割れたので焚き火台用意しようとしますが、疲れたのでちょこっとお休みします。これの上にバーベキュー台を乗せるという。かっこよくない？本当はこれでもできるんだけど、薪でやりたくないじゃん。マジみたいな。先進の、あ、確かに。これめっちゃ前から欲しかった。パチってや。パチッ。ぐる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 。ヨーラの焚き火台を組み立てていきます。おみこしみたいな。高さ的に良くない？エビ、本物のエビだ。ホタテやエビに虫が寄ってきてたので一番最初に焼きます。何もしないでしょ。ハエだと思いなよ。エビの殻を剥くと手がベトベトするのでそのまま食べます。次はハラミを焼いていきます。色が濃いやつ。いつも一人なので自分のタイミングで開けちゃいました。反省。さらっと乾杯です。うわ、効いてる。何が？塩が効いてる。うん、うん、なんか違う虫だと思う。刺してるならもうとっくに刺してるから、一員と認めてくれたんだと思って。
べたいものあったら言ってくれたら置くのにね。虫にさ、お肉一枚置いといてこれで満足するから。あー、そうする？勝手に置いとけばいいじゃん。これ、これ。この匂いが強そうだからいいじゃん。次は生姜焼きです。本当はお肉屋さんで買うつもりなかったんですけど、種類が少なくなっていたのでこれにしました。生姜焼きしょっぱいらしくキャベツと一緒に食べます。難しいじゃんこれ。口の中に入れた方がいい。はい、ちっちゃいからね。しょっぱすぎて追加キャベツです。はあ、おいしい。しょっぱい。しょっぱいよね。とんでもないしょっぱさだ。すごい。ありがとうございます。これ食べれそう。食べれないか。いい感じ。うん、美味しい。食べて。うん、あかあか。いや、そっちゃうよ、そんなに。落ちちゃってガリガリになっちゃう。結構硬いね。結構しっかり剥くの。なんか、リンゴみたいな感じ。確かに。お姉ちゃんが桃を2つ持ってきてくれたので私が剥く担当です。いて、大丈夫？うん、大丈夫？血出てきてんじゃん。いや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 いいんだよ、こんなのはすぐ治る。大丈夫？痛いでしょ。うん、ここから2個目を切るんですけど、大丈夫？次は中指を切ってしまいました。オピネルが切れることをすっかり忘れてた。美味しそう。美味しいよ、そのまま。夏っぽってよ。山梨の人はね、柔らかいものよりね、それがいいんだって。美味しい。甘いよね。お姉ちゃんが初めて焚き火台に薪を追加してます。こう薪の位置を腕で示してます。わかりづら。小学生扱い。怖い。お肉食べて。うん、姉に血が出なくなったよアピールをしてます。見たらわかるよ。安いちゃん、お姉ちゃん。マシュマロをやります。刺すんです。真ん中からズズン。はい、持って。スチンとか熱いから。マシュマロ焼くの下手くそなくせにお姉ちゃんの預かってしまいました。なんで笑ってんの。新しい呪文みたいな。あ、私はいけそうです。ちょっと触っていい？あ、いけそうです。いきます。これがね、おー、美味しいの。これお姉ちゃんにもやってほしい。
局お姉ちゃんのやつ任されたんですけど、なぜか姉のやつはできずにそのまま食べることになってしまいました。私のはもうよくわかんない、そのまま食べます。悲しい。リベンジということで、11時ぐらいに寝て朝6時起きです。やばいんだけど、本当に固まりない。たるんたるん。雨でいろいろ濡れているので一旦灰を捨てに行きました。またプチラジオ体操です。ラジオ体操でもない、自分が好きなように動いてます。もうちょっと危ない。暑い日の朝トマトは何よりも美味しいです。おーおー、残ってんだよ。マスクグリッシュちゃんとストレッチしないと残るんだって。ストレッチしてるよ。ちょっとこぐれてないんだよ。このさ、なんだよ、肩くらいに肩張んないで、肩甲骨取ってもらって、はい、目が開いた。わかる。ありがとうございます。朝ごはんは焼きそばです。前からキャンプで焼きそば食べてみたかったので楽しみです。お母さんは言うけど、そんなにしぶしぶ切ったらね、時間が終わらないんです。だからね、もうね、何も消さないんだ。よくやってる携帯を。もっとそれは感謝する。一人1メスティンで各々作っていきます。これもういい？いいかな。なんか見て、もういいじゃん、いいじゃん。蕎麦が朝からちょっと重かったです。ただお腹空いてたのでパクパク食べました。ハイボールもいい感じです。ちょっと時間経ったけど全く乾いてません。ソロになりすぎてどうお手伝いお願いすればいいかわからないので一人で作業してます。あれなんか頼まなくてよかったね。何？ん？テント頼まなくてよかった。あ、テント？うん、テント頼んだらなんか撤収の時間かかりそう。コンパクトになるのがすごく良いです。ここまで乾かないとゴミ袋に入れてお家に持って帰って干すパターンになります。言葉に甘え手伝っていただき、ちゃんと畳んでなぜか見守られてます。ペグの回収をお姉ちゃんに依頼してる間に私はヨーグレットのタブレットを食べて糖分補給です。
もよりも二人分持ってくるものとかもあって重かったです。あー、お姉ちゃん、トングが今更出てきた。トング、こういう後から見つけたのはポケットに突っ込んじゃいます。9時55分にここ出れば間に合う、あのナビタイムだからちょうどいい。ちょこっとしゃがむのがリュックの重量もあるのですごい重いんです。お姉ちゃんはもう先に行ってしまっています。これでも急いで走ってる方です。進まないですがここからまたずっと上り坂、上り階段の地獄が始まります。お姉ちゃん、ありがとう。お姉ちゃんが持ってくれて本当に助かりました。ここからまたきつくなりますが、これが終われば最後なので頑張ります。帰り本当に辛すぎてタクシーで帰ればよかったって思っちゃいました。弱気。小さい頃は喧嘩ばかりしてたお姉ちゃんとのキャンプいかがでしたでしょうか。大人になってこんな感じで仲良く過ごすことができています。お姉ちゃんがそばにいることで夜も安心して眠ることができました。今年の冬もお姉ちゃんとキャンプしたいです。最後までご視聴ありがとうございました。突然ですがお知らせがあります。公式 LINE を作りましたので登録いただけると嬉しいです。 LINE しましょう。またね。